はい、Sです。今回はマイプロテインのセールハック、プロテインを常に安く購入する方法について解説していきます。まあ、結論に関しては、今画面にも出てるようにセール以外では買うなではあるんですけど、なぜそうなるのかについて解説していくので、ぜひ動画を最後まで見ていてください。はい、ということで早速本題ではあるんですけど、多分この時点でそもそもなんでマイプロテイン限定なんですか、プロテインはマイプロテイン以外にも他にもいろいろあるやろっていう声が今にも聞こえてきたので、まずその疑問に関して答えていきます。まあ、言ってしまうと、マイプロテインは最もコスパが優れているんですね。まあ、そもそもプロテインのコスパってどうやって決まってるのかっていうと、まあ、質と価格ですよね。質に関してはタンパク質の含有率が高くて、価格に関してはまあ安いっていうことであるんですけど、まあ、ここで重要なのはその価格と質両方が優れていて初めてコスパがいいっていう風になるんですね。つまり質もしくは価格の片方だけが優れているっていうのはダメっていうことです。まあ、ということで、今国内で購入できるほぼ全てのプロテイン15名メーカーから販売されている全24製品のプロテイン粉末1杯 30g に含まれるタンパク質量とプロテイン 1kg の価格を公式ストア Amazon iHerb での販売価格、ここはまあセール価格は無視して、質と価格において最も優れているプロテインは何なのかっていうのを説明した動画がこれです。まあ、結論、セール価格を無視して定価で買うのであれば、マイプロテインのホエイインパクトアイソレートを公式ストアじゃなくて Amazon 価格で購入するのが最もコスパが良くて、まあ、他にもグロングとかバルクスの WPI プロテインもコスパに優れているから、まあ、プロテインを買うのであればこの3つから買うのがおすすめっていう内容ではあるんですけど、まあ、詳細に関してはこの動画を見てみてください。まあ、ということで、この動画を作った後にマイプロテインのホエイインパクトアイソレートのナチュラルチョコレート味を購入しました。で、ここでも確信しました。まあ、ここまで調べればもうプロテイン選びに困ることはないし、まあ、今後俺は最高品質のプロテインを最も安い価格で買い続けることができる、ありがとう自分と。まあ、でもしばらくして気づいたんですね。あれ、マイプロテインどうやら 50% オフ級のセールを頻繁にやってるではないですか。ということで、これ見てほしいんですけど、給料日セールっていうのでなんと 55% オフということで、マイプロテインのストアを数週間見張りました。すると他にも、まあ、ゾロ目セールだったりイベントセール、ゲリラセールっていうのもやってるみたい で、これらほとんどのセールが 40% から 50% オフ級のセールになっていて、おいおいおい、アマゾン価格が一番安いって思ってたのにこんなに頻繁にセールをやってるってなると、ちょっと話が変わってくるぞ。まあ、ということで、公式ストアでの割引率が具体的に何パーセント以上の時にアマゾン価格を下回るのかっていうのを解説するのが今回の動画の内容です。まずはマイプロテインの公式ストアではどんなセールをやってるのかっていうのを見ていきます。で、まず定期開催しているのがゾロ目セールと給料日セールっていうのがあって、でさらにそこにフラッシュセールっていうのがあって、まあ、セール日の21時以降になると割引率がさらにアップするっていうのがあります。で、他にはイベントセールっていうのがあって、基本的には月に1回で、多い月に関しては2回開催していて、まあ、かなりの頻度でセールをしているっていうことになります。で、あと他にも不定期セールっていうのがあって、まあ、ここに関してはまあ突然開催されるセールですね。で、まあ、セール率に関してはだいたい 40% から 50% で、まあ、その時のセールによって変わるんですけど、まあ、中には一定額以上購入すると、まあ、送料が無料になるっていうセールもあります。まずここまでがマイプロテインの公式ストアでどういう風なセールをやってるかっていう説明です。はい、ということで、ここからが公式ストアでの割引率が具体的に何パーセントを超えたらアマゾン価格より安くなるのかっていうのを具体的に見ていくんですけど、で、比較対象にする商品は、まあ、冒頭でも言ったように最もコスパに優れているマイプロテインのホエインパクトアイソレートを見ていきます。で、味に関してはナチュラルチョコレート味で、容量は 2.5kg を元に計算していきます。で、ちなみにナチュラルチョコレート味を選んだ理由っていうのは、まあ、公式ストア上でも一番人気っていう風に記載されているし、まあ、実際に自分も購入していて味に関してはおすすめできるからです。で、あとなんで 2.5kg かっていうと、マイプロテインでは公式ストアで総額が6500円以上になると送料を大幅に安くすることができるので、まあ、購入したプロテインが 50% オフの対象になったとしても、まあ、その総額6500円を超えるように大容量のプロテインを元に計算をしていきます。まあ、ということで、 Amazon と公式ストアでの定価、まあ、ここはセール額じゃなくて定価ねを見ていきます。で、 Amazon 価格は 19,50円で、公式価格は 17,990円です。まあ、ここまでは想定内ですね。じゃあここで公式ストアでの割引率が具体的に何パーセント以上になった時に Amazon 価格を下回るのかっていうのを調べてみました。まあ、結果、割引率が 39% までは Amazon 価格の方が安くて、 40% を超えた時点で公式ストアでの方が安くなるってことが分かりました。そう、つまりマイプロテインのホエイインパクトアイソレート 2.5kg を購入するのであれば、公式ストアでどんな内容のセールが開催されていたとしても割引率が 40% 以上を超えていれば、その時点で公式ストアで買った方が安いっていうことです。まあ、プロテインに関しては分かったと。じゃあ他のサプリの場合はどうなのかっていうのを次に見ていきます。
ということで、マイプロテインの中でさっき紹介したプロテイン以外で人気がある商品についても同じように計算していきます。まあ、ちなみにここで言う人気商品っていうのは、ストアのトップに記載されている内容を参考にしています。で、まず一つ目が、インパクトホエープロテインナチュラルチョコレート味の 2.5kg ではあるんですけど、で、Amazon 価格が9190円。で、公式価格が14590円です。で、割引率に関しては、どの時点で公式ストアの方が安くなるかっていうと、38% ですね。まあ、ここに関してもさっきと同じようで、どんなセールが開催されていたとしても、割引率が 38% を超えた時点で、公式ストアで買う方が安いっていうことです。まあ、ちなみに、インパクトホエープロテインとホエインパクトアイソレートの違いがよくわかんないっていう人に解説すると、まず、インパクトホエープロテインは、タンパク質含有率が 82% の、まあ、いわゆる WPC っていうものに分類されるプロテインで、対してアイソレートに関しては、タンパク質含有率がもっと高くて、WPI っていうものに分類されるプロテインです。まあ、その分、価格に関しても、プロテイン 1kg あたりに換算すると、まあ、大体1300円ぐらい違うっていうのが、まあ、それぞれの違いです。まあ、どっちを選ぶのかに関しては、2つの軸で選ぶことができて、まず1つ目は、自分が乳糖不耐症であるかどうかっていうところであるんですけど、乳糖不耐症の人は、例えば WPC プロテインだと、お腹を壊してしまう可能性があるんですね。なので、ホエインパクトアイソレートを選ぶのがいいです。まあ、ちなみに、乳糖不耐症がわかんない人に簡単に説明すると、牛乳の中に含まれる乳糖っていう成分を消化することができなくて、まあ、下痢になってしまう、まあ、アレルギー性の下痢なんですけど、でまあ、自分が乳糖不耐症かどうかわかんない人に関しては、これまでに牛乳を飲んだ時にお腹を壊したことがあるかどうかっていうところで判断してもらえれば大丈夫です。なので、まあ、お腹を壊したことがあるのであれば、無条件で WPI のタンパク質含有率が高くて、まあ、乳糖が限りなく少ないプロテインを選んでもらうっていうのがベストです。でまあ、乳糖不耐症じゃないっていう人に関してはどちらを選んでもいいんですけど、まあ、ここに関してはシンプルにプロテインどこまでお金を払えるかっていうところであるんですけど、まあ、価格に関してはさっきも言ったように、だいたい 1kg あたり1300円ぐらいの違いがあるので、まあ、自分がそこに関してお金を払えるのかどうかっていうところで判断してもらえればいいと思います。はい、ということでここまでがプロテインに関する説明です。はい、じゃあ次に EAA で具体的にインパクト EAA のピンクグレープフルーツ 1kg を見ていきます。で、Amazon 価格が6200円で、公式ストアの価格が11890円ですね。で、ここに関しても計算してみたところ、割引率が 48% に到達した時点で、公式ストアの方が安くなります。じゃあ次に BCAA の211パウダービターレモン 1kg を見ていくと、まず Amazon 価格が7100円で、公式ストアの価格が8490円で、で、ここに関しては割引率が 17% を超えた時点で、公式ストアで購入した方が安いです。はい、ということで、まあ、EAA に関しては割引率が 48% を超えるまでは、Amazon 価格の方が安いっていうことで、Amazon と公式ストアでの価格の差が比較的狭めではあるんですけど、まあ、その他に関しては一番最初に説明したホエインパクトアイソレートを含めても割引率が 40% 以上を超えた時点で公式ストアで購入した方が安いってことがわかりますね。まあ、つまりどういうことかっていうと、定期開催であったとしても不定期開催のセールであったとしても、ストアでの割引率が 40% を超えた時点でその時にまとめ買いをしておけば送料に関しても最低限に抑えることができるので、まあ、損をすることはないよね。まあ、逆にセール開催時以外に買ってしまうと Amazon 価格よりも高くなってしまうので、その時には買うなっていう話です。まあ、とは言っても毎回セール情報を確認するのは面倒ですよね。ということで次にセール期間を逃さない方法っていうところであるんですけど、まあ、結論マイプロの公式 LINE をフォローしておくっていうのがおすすめです。まあ、公式 LINE を登録しておけばセール情報を受け取ることもできるし、加えて2000円オフのクーポンも受け取ることができます。で、加えてさらに安く購入したいっていう人に向けておすすめの方法を2つ解説します。で、まず1つ目が総額は6500円以上にした方がいいよっていう話ではあるんですけど、これさっき言ったようにマイプロテインの公式ストアだと総額が6500円以上を超えるか超えてないかで送料が大きく変わるんですね。で、具体的には総額が6500円以下だと送料が1800円かかってしまうのに対して、6500円以上の注文するだけで送料を450円、で、これ送料だけを見ると1350円の違いがあるんです。で、この価格の違いはさすがにでかいし、まあ、サプリメントに関しては繰り返し買うものではあるので、大型セールの時に確実に6500円以上を超える価格で注文してもらえれば送料を最低限に抑えることができるので、まずここは満たしてもらうのがいいかなと思います。では2つ目がクーポンを漏れなく使用してもらうということであるんですけど、例えばさっき言った公式 LINE を友達追加してもらえれば2000円オフのクーポンがもらえたり、あと今ここに表示されているクーポンを使ってもらえれば初回購入で500円分の割引プラス次回の購入の時に使える 55% オフのクーポンをもらうことができるので、まあ、こういったクーポンに関しては、まあ、漏れなく使ってもらうっていうのがおすすめです。はい、ということで今回はマイプロテインのセールハックっていう内容を解説してきました。まあ、結論としては公式ストアでの割引率が 40% を超えた時点で確実に Amazon より安く購入することができるので、ぜひこのタイミングを狙って購入してほしいっていう内容を解説してきました。で、まあ、プロテインに関しては1日に付属のスプーン1杯を飲
飲めば1ヶ月で1キロ、これ価格に換算するとだいたい4000円ぐらいを消費することになって、で他のサブスクだったりと比較してもプロテインっていうのは結構高い部類のサブスクに分類されるので、まあ、繰り返しはなるんですけど、この公式スターでのセールっていうのをうまく使ってもらって、ぜひプロテインの出費を最低限に抑えてもらえればと思います。以上です。普段このチャンネルでは筋トレダイエットに役立つ情報だったり睡眠改善につながる情報を週に2本投稿しているので、この動画が気に入ってもらえれば高評価とチャンネル登録してもらうと嬉しいです。あとトルマンブログっていうウェブサイトも運営していて、ボディケアを通して生活改善につながる情報を発信しているので、こちらも合わせて確認してもらうと嬉しいです。あと YouTube ショートもやってます。 YouTube チャンネル登録をお願いします。ここまで見ていただいてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。